ています。マキシムに出させていただいて、本当に活動の幅が広がったというか、たくさんの方に見ていただける機会が増えたんじゃないかなと思って、すごく嬉しく思っています。これからも大好きな韓国で活動できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。マニサラエジュセヨー、篠崎。